タイル3対3、進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。2コースからは2号艇原田、4コースからは4号艇浜野屋、好スタートを切っていますが、1周1マークはまずは2戦1号艇馬場が押し切っていきます。さあ1番の馬場がここは逃げ切っていきます。内側からは2号艇原田、外からは3号艇平高、迫っていきますが1号艇馬場がトップに立ってリードを3点心4点心奪いました。さあ準優勝戦、再びピストニングの交換をして挑んだレースとなったんですが、はい、いかがでしたか。いやちょっと今日の気象条件に合ってなかったですね。なんか感触はそんな良くなかったです、うん、あそうだったんですね、はい、そんな中しっかりと逃げましたね。なんとかですね、はい、うん、では明日に向けての調整はいかがいたしましょうか。ちょっともう一度ピストンリングとかを考えて、うん、まあ、いい状態にはしたいなと思いますね、うん、はい、で本体も含めて調整を考えているということですね、はいはい、分かりました。あの優勝戦進めたので、しっかり優勝戦は、回転を合わせて、いい状態でいきたいと思います。ご参加します。ジュレース勝ちましたのは1号艇馬場選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。スタイル3対3です。第11レース内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。11レースのスタートは嫌いました。1周1マークへ向かっていきます。インからは1号艇関、センター3コースからは3号艇佐藤、1マークは3番の佐藤が握って攻めていきますが、陰線1号艇関踏まれるか、向こう上面に入ってまくった3号艇佐藤、わずかに前に出ていますが、陰線から1号艇関、さあここはこらえていきます。1番3番トップラス入れスリットラから1周2マーク、スタートは前提正常でした。2マークは1号艇関が先頭でクリア、3号艇の佐藤は内を狙っていきますが、1号艇関が突き放しました。トップに立ってリーダー3点心から4点心。最終1マークちょっとドキッとしたんですけど、ご自身ではいかがだったんでしょう。いやちょっと終わったかなって見え方だったですね。ああそうだったんですね。ただその後良かったですかね。いやもうエンジンのおかげですね。ああなるほど、はい、船橋どんな評価になりましたか。多分直線も本当悪くないですね、うん、はい、あの行き足直線関係もいいし、うん、出足回り足は本当に今日のレースもすぐ納得していけたんで、うん、とても良かった。100点出せそうですか。はい、100点ですね。明日は102点、103点を出せるように調整します。優勝したいです。頑張ります。ぜひ明日も頑張ってください。はい、ありました。第12レースの準優勝戦、進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。12レースのスタートは嫌いました。センター3コース3号艇の佐藤、インコースは1号艇の羽野も行きます。1マークは陰線1号艇の羽野が逃げていきまして、さあ1番の羽野が押し切った、その内側からは2号艇の寺田、2番手以下は混戦ですが、前は1号艇の羽野が大きくリードを作りました。スタートは前提正常、2番タラスイですが2号艇堂々のイン逃げを決めての勝利でしたが、ご自身ではいかがだったんでしょうか。良かったと思います、うん、はい、現状どんな評価になりますか。いやずっと悪くないですね。行き足中心にいいと思います、うん、はい、分かりました。さあ明日に向けての調整はどのようなことを考えてますか。明日も合わせるくらいですね、うん、はい、分かりました。はい、明日も優勝できるように頑張ります。お願いします。12レース勝ちましたのは1号艇羽野選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。